いけません、主様。おいたをしちゃダメですよ。悪い子ですね。そんな風に舐めたら顔がベトベトになってしまいます。せっかく一緒にお風呂に入ってきれいきれいしたのに、また汚れてしまうでしょ。や、主様、服の下に顔を突っ込まないでください。くすぐったいです。主様は本当に甘えん坊さんでございますね。おや、こんな夜更けに何かご用ですか、主様。ふむ、私の部屋から妙な声が聞こえたから気になったと。これは失礼いたしました。もう夜も遅いのに、就寝している方もいるかもしれませんし、配慮が足りませんでしたね。主様が私の部屋の方へいらっしゃるのは珍しいですね。間取りが同じですし、まだ私物も少ないので、さながら映し鏡のように似ておりますよね。ちょっと殺風景なのでインテリアを揃えたい気もしますけど、ここはあくまで私と主様の愛の巣を見つけるまでの仮宿でございますし。はいはい、先日迷子のワンワンを拾ったでしょ。お役所で飼い主の方を調べて探してもらっていますけど、なかなか手こずっているようで、近頃公的機関は動きが鈍いと悪評が立つぐらいですしね。気長に待ちつつ、飼い主の方が見つかるまでは私が保護することになりました。それはご存知ですよね。そのワンワンを、名前がないのも不便なので主様と呼んでいるのです。主様ご本人がいると紛らわしいですけど。やっ、お利口さんにしてくださいまし、主様。今人間の方の主様とお話をしているのです。先に寝ていてください。私も後ほど参りますので。はい、今ではもう家族のようです。最初のうちはご飯も食べてくれないぐらいだったのですが、根気強くお世話をして、私が敵ではない、取り返してくれたのでしょうね。ようやく心を開いてくださいました。むしろ最近は甘えん坊すぎて困ってしまうぐらいです。ほら、今も私に頬ずりをして。ああ、主様、可愛くて仕方がございません。おっと、ワンワンの方の主様寝ちゃったみたいです。起こさないようにゆっくりベッドまで運びますね。お布団をかけて子守歌を口ずさんで添い寝して、深い眠りに疲れるまで頭を撫でて差し上げます。はあ、懐かしいですか。このサレンディア救護院に来る前まではこうやって主様を寝かしつけておりましたからね。人間の方の主様も久しぶりに。私に甘えん坊さんしたいですか。主様がそれを望むなら、私はいつでも大歓迎です。いいえ、私がそうしたいのです。主様、ひとときだけでも構いませんので、一緒のベッドで寝ませんか。ぬくもりを共有いたしましょう。はい、どうぞおいでください。後ろから抱っこしてくださいまし。ああ、主様はいつでも私を壊れ物のように優しく触れてくださいますね。こうしていると小さな子供の頃を思い出します。仕事で忙しかった父はごくたまにしか家に帰ってこなくて、夜遅くに帰宅するたび気まぐれのように添い寝してくださいました。あのぬくもりを忘れません。私、
弱くて愚かな子供ですね。父のぬくもりを求めて主様に寄り添って、さらにその代理としてワオマンの主様を抱っこして、でも一人で寝るのはやっぱり寂しくてたまりません。主様、本屋だけパパって呼んでもいいでしょうか？およ、お返事がありません。寝てしまわれたのですね、主様。どうしましょう。抱っこされたままなので動けませんね。まあ良いのですけど、二人と一匹で寝るにはややベッドが狭いですね。うっかり転げ落ちてしまいそうです。主様に怪我などをさせたら、私責任の取りようがありません。けれど、あったかいです、主様。